どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズとハニーさん登場でございます。はい、久しぶりなんだよね。相当久しぶりだね、うん、夫婦でセッションやっていこうと思います。はい、夫婦でセッションももうすごい歴史があるんですけれどもですね、うん、それより昨日 ね11月11日ということでガズレレ YouTube で生ライブ配信したんですけど、めっちゃ最高だったな。楽しかったね。もうねすごい盛り上がってアーカイブ上がってるんでね、はい、まだガズレレ YouTube 見てない方2時間ぐらいあるけどね、うん、いろんなゲスト登場してますから、いっぱいね、いっぱい君臨して、降臨してしまったんですけど、ぜひ見てみてください。そういうわけでね、結構ね、いろんな曲、夫婦でセッションっていうのは、この2人ね、いつもリビングルームでこう、セッションしたりしてるのを、YouTube でもやろうかってことをシリーズでやってるんですけど、うん、再生リストをここに貼っておきます。概要欄にも貼っておくんでね、これね、なかなか奥が深いですよ。うん、2人でやるアンサンブルとかね、このメロディーの違いとか、ちょっと見てください。ということですね。はい、じゃあ、今日やる曲も早速紹介しますけど、はい、今の時期歌いたくなる曲、ね、この曲、うん、せーの、夜空の向こう、スマップの名曲バラードをですね、うん、2人で心を込めてゆったりと、うん、ガズレレスタイルでやっていこうと思います。はい、はい、でこの間2年ぶりにやったガズレレライブショー全国5カ所ツアーの時に、うん、来てたお客さんというかがね、うん、夫婦でセッションの時にガズさんがメロディーを弾くじゃないですか、こういうやつをね、あれを教えてほしい。なるほどね。言われてですね、今日は特別にそのタブ譜もね、公開していこうと思うんで、公開していくったって紙に写してね、みんな勝手に練習してねってスタイルですけど、やりたい人はやってくださいということで、感想がこの曲ね、印象的なんです。はい。じゃあ早速やっていきましょうか。で、演奏した後にまたちょっとご案内などしていきたいと思いますね。ぜひとも動画最後まで見てくださいね。あ、そうだ、一応これ言っときたいね。ウクレレ本当に楽しいんでね、皆さん、すぐできますから、ここからウクレレ始めたい人、このリンク先行って始めてみてください。概要欄にも貼っとくけどね、ウクレレ楽しいですよ。音楽聴くよりやる方が楽しいということでやってます、はい、さあそれではやっていきましょうか。スマップの夜空の向こう、夫婦でセッションやってみる。ワン、ツー、せーの。あれから僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうには明日がもう待っている。素敵、
キーがさ、なんか女性だとちょっと低いかなと思ったけど、そんなにね、張り切って歌わなくて、こう、囁くように歌えばいいなって感じでね。気持ちよかったよ。気持ちよかった。俺も気持ちよかった。つむとかつむとかった、うん。いや、これはおすすめですよ、皆さん、うん、今の時期ね、うん。あの、私たちと一緒にね、あの、ハモって、ね、うん、ガズさんハモってますから、あの、演奏してもらってもいいし、なんか気の合う仲間とこう、ね、これでね、冬の始まりをね、感じる。歌詞の中にも出てくるもんね。そうだね。なんかね、冬の風の匂いがしたら、うん、今まさにそんな感じだよね。うん、皆さんこの曲いいよ。あ、もうね、星もね、綺麗な時期になるし、ね、そう、秋のね、夜長でね、うん、言いたい、秋の夜長、うん、芸術の秋と秋の夜長って言いたいです。はい、そんな感じで夫婦伝説ショーやってみた。やっぱりいいですね。久しぶりだと楽しいな。だいたい2週間に1遍ぐらいのペースでやってたんだけ ど、 だったんだけど、ね、最近イベントがあったりとね。いやでもやっぱりこういうのもね、あの定期的にやって、このなんていうのかな、一人でねやるのも楽しいけど、やっぱり2人やったり仲間であったりとアンサンブルしたりするとさ、やっぱりこう違うね、表現が増すから、これは皆さんなんかいろんなもので参考にしてください。でさっきも言ったんですけど、ガズが弾いてたこのメロディやりたいでしょ。やりたい人はね、とにかくレッスンってわけじゃないんですけど、このそう、このタブ譜を書いたんで、ちょっとこれを見せておきましょう皆さん。はい、あ、見えねえな。あ、じゃあ写真撮ってちょっとここに貼っとこう。案外見えなかった。はい、これちょっとここにね、今貼ってますよ。はい、これを見て、あの一時停止して書き出していただいてですね、あのちょっとタブ譜やって練習してみて、タブ譜の読み方分かんない方概要欄に貼っとくんで、うん、これメロディ弾けるね、秘密のね、この、うん、楽譜なんです。なんでまあそれちょっとやってみてください。このね、そうするとね、なかなかメロディーがね、うん、あの気持ちがいいことになる、うんうん、はい、ぜひやってみてください。でね、2つちょっとお知らせ。まずね、1個目、ガズレレ CD、ライブハウス限定で発売していた CD なんですけど、今各ね、ダウンロードサイトとか、こうサブスクサイト、音楽のね、 Apple Music だとか Amazon プライムだとか Spotify だとか LINE Music とか、いろんなもうほとんどのところのサイトで、なんとガズレレの曲4曲が、ストリーミング配信になってますので、ぜひ皆さん聴いてください。ガズレレソングってカタカナで検索すると皆さんのサービスで聴けると思います。よろしくお願いします。はい、 CD をね買ってくれた人もねいるんですけど、やっぱね、あのいろんな聴き方で聴いてくれればね、はい、CD もね、もしかしてちょっと用意して、発売する予定でございます。はい、それとあとこれ、じゃ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 ん、ガズピアノのこの本がね、絶好調でございます。なんと今日ね、YouTube を確認したところ、チャンネル登録者の方、ガズピアノね、2600人、ありがとうございます。じわじわとじわじわと、こっちもね、面白いんですよ、はい、いつも言ってますけど、富士山を、山梨県から見る富士山もいいけど、静岡県から見るのもいいし、東京から見るのもいいよみたいな感じで、ウクレレ、同じ曲をね、ウクレレでやったりキーボードとかピアノでやったりすると楽しんで、めちゃくちゃ簡単ですから、皆さんがウクレレ最初にハマって、わあ面白いって言ったみたいにすぐできる魔法の鍵盤楽器の弾き語り教室、ガズピアノもよろしくお願いします、はい、そんなわけでね、まあでもそろそろ今年もいろいろ活動落ち着いてきてね、うん、今年は2022年はすごい1年だったね。本当に2年ぶりのライブ配信もあったし、ライブ配信じゃない、ライブハウス、そうまあめくるめく1年でした。はい、本当にね、まあ、まだ1年まとめるには早いんだけどさ、はい、ちょっとね、ガズレレの日も終わったということで、 そうだね、そんなこともちょっとね、言いくるめ、あれ、いや、まとめでちょっと入ってましたけど、そんな感じで楽しく音楽やっていきましょう、はい、あっちからこっちから楽しんでいこうね。じゃあバイバイ。